ーママリーどうもチャロブラザーズの澤地です。はいというわけでね、えー、チャロブラザーズ、えー、旅行動画だったり、えー、旅行を楽しむためのねこういう歴史知識の動画だったりそんなものを、えー、毎回アップデートしています。はいというわけでですね講座もいろいろやってきたんですけれども今回はですねマハトマ・ガンディこれをやっていきたいと思います。 いよいよっていう感じですね。えー、多分インドの中でね、一番有名な人じゃないかなと思います。いろいろ偉大なる魂とかね、それから潮の更新とかね、非暴力、不服従とかね、すごい有名な言葉はあるんですけれども、 ガンディって一体何をした人なのっていう。何で有名になった人なのっていうのは意外と皆さん知らないんじゃないかなと思います。なので、今回はですね、ガンディの生い立ちあたりからしっかり説明していきながら何がガンディをそんなに有名にさせたのかということをね、一個一個丁寧に解説をしていきたいと思います。それでは行きましょう。シャロップ はい。というわけでですね、一個一個やっていきます。まず、マハトマ・ガンディ。え、1869年の生まれ。10月2日生まれですね。実はインドでは今でも国民の祝日ということでですね。インド全体が休む日って実は年4回しかないんですけれども、そのうちの1日になってます。そして、死んだのが1948年。これはね、一番最後に言いますけれども、暗殺されるんですね。はい。この辺りも説明していこうと思います。 で、マハトマ・ガンディのマハトマっていうのはですね、これ本名じゃありません。偉大なる魂っていう意味のですね、えー、インドの言葉、そこから来ています。ね。これは、もともとね、マハトマ・ガンディって本名ですね、モハンダース・カラムチャンド・ガンディっていうんですね。なんですけど、 後から言うね、いろんな伝説的なエピソードがあるので、インド人はすごく尊敬をしてですね、偉大なる魂という意味の、マハトマっていうのをつけてね、ガンディのことを呼んでます。 そんなガンディさんなんですけれども、どんなことを一体したのかという話です。ね、1869年にインドのグジャラート州というところで生まれました。今はね、鈴木さんがそこにすっごいでっかい工場を作っている。それから今の首相がね、モディというんですけれども、そのモディさんの出身地でもある。そんな場所です。はい。で、バイシャ。 バイシャという階級の生まれなんですね。えー、これはね、カーストの回でもちょっと説明したんですけれども、えー、そんなにね、悪いくらいじゃないんです。えー、バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラというね、くらいがあるうちの三つ目の平民の階級なんですね。で、しかも、上のお父さんはですね、政府の役人もやってたりするので、そんなにね、貧しい家庭じゃない。むしろ裕福な方なんですね。だから、若い時からすごくエリート教育を実は受けます。英語教育も受けます。はい。で その最たるところがですね、実はイギリスに留学をするんですね。何のためにというと、これです。弁護士。実は弁護士になろうとしたんですね。えー、法律をね、イギリスでしっかりと学んで、えー、それでね、国の指定のね、資格があるんですけれども、それを取りに行きます。そのためになんとイギリスに留学するというところはね、皆さん意外だったんじゃないかなと思います。 そしてね、イギリスで、えー、晴れてですね、18歳の時に留学をして、えー、なんとね、弁護士資格をちゃんと取りますと。ね。で、その後、取った後すぐにインドに戻るのかと思いきや、もちろん一時的にはインドに戻るんですけれども、なんとですね、弁護士資格を取って開業した場所はインドじゃなくて、その後、南アフリカに行くんですね。なんと。 これはですね、えー、当時の商人たちがインドからアフリカにいっぱい行ってました。で、いっぱい行けば行くほど当然争いが起こるわけですね。今のインドでもよくあるんですけれども、えー、商売をしました。その後に誰が払った、誰が払ってない、えー、払ってない期間が1年過ぎてるとかね、いろんなトラブルが起きるわけです。それを仲裁してくれないかということでですね、南アフリカの方からお呼びがかかっていくんですね。 そしてですね、この南アフリカという国に彼が最初に行ってですね、弁護士をやったというのが非常に重要で、というのは、皆さん、南アフリカといえば、アパルトヘイトっていう言葉、皆さん知ってますよね。 アパルトヘイト、人種隔離政策のことで、これは1990年代にね、撤廃をされたんですけれども、実はそのルーツっていうのはもうすでにこのガンディの時代からあったんですね。白人っていうのは、えー、すごく人口が少ない。それがアジア人だったり、アフリカ人だったり、いろんな 大きな人口の民族を収めなきゃいけない。そのために白人をものすごく優遇してたんですね。それが当時からずっとありました。だから、実はね、ガンディっていうのはインドでもむしろ差別されないようなところにいたんですね。なんですけども、この南アフリカに来て初めて彼は差別を被る体験をします。というのもですね、 彼、南アフリカのダーバンっていうところに最初降り立つんですね。そこは港町。で、そこから実際に弁護士をする場所っていうのがトランスバール広告というね、国があったんですけれども、当時、そこに電車で移動しますと。で、ダーバンで電車のチケット、一等席ですよ。一等席をちゃんと、えー、お金を払ってね、買いました。で、それで乗ったんです。乗ったんですけれども、えー、なんとね、その一等席っていうのは当時の常識だと、白人が乗るものっていう常識だったんです。 だから、なんと乗りました。で、こと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 と電車がスタートしていく。そして、最初に車掌さんが、そのチケットを見に来ますね。その時に何と言われたかというと、ガンディはちゃんとね、一等車のチケットを見せたんです。自分これ買ったよ。しかも自分は弁護士だよって言ったんですけれども、なんとその車掌が、お前はアジア人だろ。 しかもインド人だよな、よく見たらと。インド人が一等車に乗っていいわけがないだろう。そして、チケットを見た後に、お前はこれは何だと。どうせ盗んできたに決まってんだろうと。こんなようなイチャモンをつけてですね、なんとガンディを電車の外に追い出すっていう、そんな事件が起きたんですね。ここで、ガンディは目覚めた。なんかおかしいぞと。 世界にはいろんな差別があるし、えー、支配、非支配っていうのがあるみたいだと。で、そこで彼は人権派の弁護士として徐々にこう目覚めていくわけですね。ロで、当時ね、暗黒法なんていう法律が作られました。えー、これはね、後でガンディがまあ名付けた、えー、法律の名前なんですけれども、えー、どんな内容だったかというとですね、えー、特にアジア人、特に中国人とインド人に関しては、登録をしてください。 と言ったんですね。どんな登録か。というと、顔の特徴。それから、指紋ですね。これを紙に一個一個登録をしていく。で、登録をしなかったら、自由にビジネスもさせてあげないし、なんなら移動もさせてあげないっていう、そんな法律だったんです。で、これは、なんで暗黒って彼が名付けたかというと、白人にはそんなことやらないんですね。アジア人にだけ、そういう登録を義務付けた。 っていうことなんですね。で、最初彼はものすごく反対をします。そりゃそうですよね。自分たちだけそんなことさせられるんだから。ダメですよね。だけど、最後ね、彼は折れるんですね。なぜかというと、当時の、え、アフリカ、南アフリカの時の権力者は、え、ガンディに対してね、こんなことを言います。暗黒法暗黒法って君は言うけれども、これはあくまでも登録をさせるための法律だ。 なんで登録をさせたいかっていうと、不法な移民を取り締まるためだ。だから、君たちにもメリットがあるんだよ。君たちみたいにちゃんと正当な登録をして、やった住民に対しては何にも悪いことはしないよって言ったんですね。そしたらガンディも、ああ、そうだったのかと。不法移民は確かに取り締まった方がいいなということで、最初この法律に賛成をして、なんと彼が一番目の登録者になろうとした。 ですね。で、登録を実際に済ませた。その後ですね、なんと、というかね、まあ当たり前かなと思うんですけど、まあ当時のやりそうなことですね、政権側は裏切りをします。登録を実際にしてる人たちに対しても、移動の自由を制限したりとか、職業の自由を制限したりとか、そういうことをやるわけですね。で、そこで彼は何をしたかというと、これなんです。 出てきますね。非暴力、不服従ということなんです。つまり、この法律自体には従いませんと。だけれども、従わない方法として、暴力は使いません。ということを言い出したんですね。これどういうことかというと、登録をしてるということが服従してるということになるわけです。だから彼は何をやったかというと、すごい簡単で、登録書ありますね。これを燃やしたんです。思いっきり燃やしました。 その時にね、いろんな警官とかにね、止められました。場合によっては、体罰も受けました。でも彼は、それは甘んじて受けた。とにかく燃やすことをしたんです。 それが非暴力、不服従というね、暴力は使わないけれども、従いもしないというですね、サティアグラハというふうにね、彼は名付けてます。これは真理の理解とかね、真理の把握とかね、そんなような意味なんですけれども、これがね、えー、この暗黒法との戦いの中で編み出し、 えー、発展させ、有名にさせて、この後ずっとね、これをやっていくことになります。ジャローーこんなことでね、非暴力夫婦従をやってね、あとはね、更新運動なんかもしたりしてね、最後にはこの暗黒法っていうのは廃止をされるということでね、一定の、えー、成果をね、南アフリカで上げるんですね。で、その状態で彼はインドに帰国します。 はい。で、インドに帰国した後ね、当時のインドってどういう状況だったかというと、これはね、後々の動画でも解説をしたいと思うんですけれども、やっぱりイギリスに支配をされてるんですね。で、インド人の自由が制限をされている。そんなような状況なんです。だから、彼は何をしたかというと、まず国民会議。 というものに参加をしました。国民会議ってどういうものかというと、最初はイギリスが作ったものだったんですね。インド国民会議といって、インド人にある程度の政治をさせる、そんなような、え、機関、え、というか集会といえばいいのかな。そんな感じで作りました。でも、イギリスは当時はそうやってね、インド人に行って、 のの権利をを認めるここととととでで自分たたち統治そそれは保持しよううういずっ考えてわけすねだから最初はインド国民会議っていうのはすごく穏健派といってイギリスの支配に対して賛成をしている人たちをメンバーで固めてたんですけれども途中からどん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 イギリスってダメだよねやっぱり僕たち独立しなきゃいけないよねっていうことを考えるメンバーがどん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 入っていって後に反英 反イギリスに転換をしていく。そうなってきた国民会議っていう集会グループに、えー、ガンジーも参加するっていうことなんですね。で、何を要求したかというと、スワラージ。 というもの。え、スワラージというものを要求しました。はい。スワラージね、自治なんですけれども、やっぱりね、イギリスからもう独立をしたい。イギリスの支配から逃れたい。自分たちで自分たちのルールは決めたいということなんですね。これを要求した。それから、もう一つね、スワデーシということも彼らはやってます。これは国産品の愛用ということなんですけれども、はい。これね、どういうことかというと、 大公開時代、ね、大公開時代の動画まで見てくれた皆さんはものすごくファンだと思うんですけれども、何が起きたかというとですね、当時、インドね、大公開時代の最初っていうのは、インドの麺、麺織物っていうのがものすごくイギリスだったりヨーロッパで流行ったんですね。だから、 インドからイギリスへの麺織物の輸出っていうのがすごく多かったんです。でも、時が経つにつれて何が起きたかというと、イギリスで産業革命っていうものが起きました。 はい。産業革命っていうのは、いわゆる機械化ですよね。それまでみんな手で織っていた面織物を機械で折れるようになりましたと。そうすると何が起こったかというと、今までインドで手で丁寧に折ってた面織物がヨーロッパで人気だったのが、機械で折った面織物が自分たちでも作れるようになった。 しかも、機械だから、機械は疲れません。燃料がある限り動いてくれる。ということで、安く安く安く、それから大量に作ることができるわけ。だから何が起こったかというと、昇流の逆転っていうのが起こったわけですね。今までは、インドからイギリスへの輸出だったのが、イギリスからインドへの輸出に変わったということ。つまり、インドは、このガンディがいた当時っていうのは、イギリス産の面織物で溢れていたっていうことなんです。 で、それをね、イギリスの人たちは、当然商売だから、ものすごい高い値段で売るわけですよね。で、対して、インド人っていうのは、まあ、手で作ってる麺織物だから、えー、全然全然対抗できないわけね。量も対抗できないし、品質も対抗できない。そんな状況だから、イギリスの麺製品を使わざるを得なかったわけ。だからみんな貧しくなっていった。それで、えー、どん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 お金がね、イギリスの方に流れていくから貧しくなっていく。だから、 スワデーシ国産品の愛用なんですつまりそうやってねイギリスの製品がいいイギリスの製品を買わざるを得ないそんなのは分かって分かってんだけど自分たちの権利とか自分たちの、えー、豊かさを守るためには国産品を使わないといけないだろうって言ったんですだからガンディのことあんまり皆さん知らなくてもこのね糸を紡ぐ っていう、この写真だけは皆さん見たことあるんじゃないかなと思います。これはなんでそういうことをしたかというと、当時ね、機械あるんですよ。麺ってもうすでに機械で折れるようになってる。だけど、もう100年以上、200年以上前にインドで実際に使われていた手織りの糸紡ぎ機これをですね、使ってインドで自分たちで物をもう一回作り直そうじゃないかっていうことを言ったわけ。そのアピールの一つで、ガンジーも自分で 手で糸を紡ぐっていうことをしたわけですね。これがスワデシャローーそしてもう一つはスワラージなんですけど、これもね、皆さん、ガンディのことちょっとでも知ってる人はこの塩の更新っていうね、言葉皆さん知ってると思うんですけれども、塩の更新、つまり塩を求めて更新する。もっと言うと塩を自分たちで作るために更新をしたわけなんですけれども、 これはどういうことかというと、当時ね、イギリスだけが塩をインドで作ってよかったんです。インド人はそういうイギリスが作った塩を自分たちで買うしか方法がなかったんですね。しかも、そのインド人がイギリス製の塩を買うときには、高い税金を払わなきゃいけなかった。 これも実はイギリスの当時の支配の仕組みだったわけですね。そうやってインドからお金を巻き上げようってうことを考えてたわけなんです。でもね、ガンディはこう考えた。イギリスに塩が作れる。 インドも塩が作れるに決まってるじゃないかと。自分たちで塩を作ったらいいんじゃないかということを考えたわけですね。だから、塩の更新なんです、えー。当時ね、自分たちがいた場所から、えー、塩っていうのは海で取れますから、そこの海岸まで、えー、ずっと更新をしていくわけですね。数十人でスタートしたと言われています。それが何千人、何万人といって、最後は10万人規模まで、実は拡大をした。というのが塩の更新なんですね。で、砂浜に着きました。 え、海辺に着きました。そこで、えー、海水をね、救って、そして蒸発をさせて、塩を作る。で、ここでもやっぱり非暴力不服従なんです。えー、どういうことかというと、当然そういうことをすると、これ法律違反だから、イギリスの兵隊さんが来るわけですね。それで、えー、みんな塩作るのやめろやめろやめろって言って、えー、みんなこの塩作ろうとしてる人を、 叩きのめしたりするわけですね。だけど、その叩きのめしてるっていう行動に対しては反抗しない。これが非暴力。なんだけど、塩を作るということに関してはずっと続ける。これが不服従なわけですね。で、ガンディのすごいところは、そこにさらに記者も呼んだ。世界中から記者を呼んで、その状況を取材させて、そして海外に流した。そうすると、 暴力してませんから、一方的にイギリスがいじめてるわけですね。いじめちゃってるもんだから、これは人権としてどうなんだっていうことでですね、世界中に繁栄運動を巻き起こしていく。ここがガンディはすごい。これが潮の更新なんですね。 そんなことをですね、えー、実はインドというのはイギリスに対してやっていましたでそこの中心人物だったのがガンディなんですねだから偉大なる魂ってみんなに尊敬をされているわけですでそんなことがあってですね、えー、1947年に晴れて第二次世界大戦後ですねインドっていうのはイギリスから独立をすることができます、はい、ただね最後 ちょっと悲しい出来事があります。これね、インド・パキスタンの分離って書いてるんですけれども、当時ね、1947年当時っていうのは、えー、インドとパキスタンっていうのは実は同じ国としてイギリスから支配を受けていました。なんですけど、インドっていうのは主にヒンドゥー教を信じている人が多い地域なんです。で、パキスタンっていうのは主にイスラム教を信じている人が多い。 ということで、この二つの宗教がですね、中で対立をしてしまっている。で、しかもその対立をイギリスに実は煽られているところがありました。だから、悲しい話なんですけど、1947年に独立した時っていうのは、インド、パキスタンっていうのはそこでパカッとね、二つに分かれてしまったんです。でも、ガンディは何を言ってたかというと、それはダメだ。 って言ってたわけです。ね、実際この分離をするときにインパ戦争と言ってですね、インドとパキスタン、昔は同じ国だったのに、戦争もするし、それからインド国内にいる、えー、イスラム教の人たち、それからパキスタン国内にいるヒンドゥー教の人たち、ね、すごくこう弾圧を受けたりとかね、いろんなことがあって、ボロボロになってるわけ。で、そこに対して彼は、ワンインディア、ワンパキスタンで行こうよって言いたかった。 ですね。そのために何をしたかっていうと彼はやっぱりここを徹底していてですね。運動をするとかじゃないんです。断食なんですね。とにかく食べるのをやめました。ね。えー、インド人とパキスタン人が争いをしている間はもう俺は食べないと。そのために俺が死んだとしてももういいと内外にアピールしたわけですね。これはね、インドとパキスタンの人に聞きました。 実際聞いたんですね。えー、それで、えー、中の融和が図られたということなんです。だから、国としてはね、残念ながら、二つの国になってしまって、今は三つ、ね、バングラデシュもあるので、三つの国になってしまいました。けれども、えー、そこでね、民族の融和を図ろうとしたというところの努力はあったんです。でも、最後ね、なんと、暗殺をされます。誰に暗殺をされたかというと、ガンディさんね、インドの人です。ヒンドゥー教の人です。だけど、最後ね、ヒンドゥー教を信じてる人に実は暗殺されちゃうんです。 イスラム教じゃないんですね。これなんでかというと、ここなんです。つまり、自分たちはヒンドゥー教の人たちなの。なのに、ガンディというのは、自分の身元にもかかわらず、イスラム教の人たちと仲良くしようとした。これはどういうことなんだと。ヒンドゥー教を信じているのに、どうしてイスラム教の人と仲良くしようとするんだ。これはおかしいじゃないか。ヒンドゥー教を馬鹿にしてるのか。ということでですね、ヒンドゥー教をものすごく愛好している人たちから、 嫌われちゃったんですね。それで最後暗殺ということでですね、銃弾を3発撃たれたというふうに言われています。ね、これで最後死ぬということなんです。じゃあ、ロブラ。はい。皆さん、ここまで聞いていってね、意外とガンディのこと知らないなというふうに思ったんじゃないでしょうか。 実際ねいろんな伝説があってですねガンディは面白いです一個一個紐解いていくとそこのね一つ一つの運動に隠された考え方だったりすごくね楽しい。 えー、学んででいいて、ね、ものすすごく面白い分野ですなのでぜひね皆さんにはこの動画をきっかけにいろんな本だったりネットの記事なんかを読んでみてくださいそして今のインド人にはね実は、えー、ガンディっていうのは、えー、すごく好かれてたりすごく嫌われていたり実はね半々だと言われていますねなんでそういう風になってしまったのかというのもね、えー、深く勉強していけばね理解できると思いますなのでぜひこの動画をねきっかけに、えー、皆さん、えー、ガンディのことをよりよく知ってみてください チャロー,ャルルーというわけでね、えー、今回はここまでといたします、えー、次回もね、えー、いろいろまたインドの旅行、えー、それからインドの生活が楽しくなるようなコンテンツを皆さんに、えー、送っていきたいと思いますのでこの動画がいいなと思ったらですねチャンネル登録いいねコメント、えー、各種 SNSTwitter のフォローなどもよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうチャロバイバイこの度はご視聴いただき誠にありがとうございます くなる動画をよきと心得ましたらおチャンネルのご登録と高評価とよきお言葉お SNS のおフォロー何卒よろしくお願い申し上げます。